11月3日の文化の日から3日間にわたって開かれた第1回川崎市民祭り。川崎球場前のお祭り広場を中心とした6つの会場には、市民のアイデアで企画されたさまざまな催し物が次々と繰り広げられ、大勢の人たちでにぎわいました。おみこしや餅つき、相撲大会などのほか、ロックバンドの演奏、オートバイのパレード、ラジコンカーレースと新旧入り混じった華やかさです。中でも会期中人気を集めたこのミニ SL、 実物の5分の1に作られていて、4両の客車に子どもたちを乗せて走り通しでした。川崎にもみんなで楽しめる新しい形のお祭りをと、市民の間で企画されたこの市民祭り。秋晴れに恵まれ、3日間の人出が50万人を超えるという盛況ぶりでした。